テタノスパスミンの構造、テタノスパスミンの作用基準、テタノスパスミンは分子量約15万のタンパク質で、破傷風菌によって酸性され、破傷風の原因となるタンパク毒素で神経毒である。テタヌストキシン等とも呼ばれる。毒性は極めて強いが、動物種により毒素に対する感受性が異なる。マウスの半数致死量は、 体重 1kg あたり 0.00002mg 00であり、ボツリヌストキシンに次いで自然界の毒素で最強ランクに類いされるものの一つである。ホルマリン処理により容易に失活する。この現象を用いて破傷風トキソイドが作られている。毒性発現は早い逆光性輸送という基準で生じる。神経では通常、 信号の伝達方向は下行性を示すが、テタノスパスミンが神経末端から取り込まれた場合、神経繊維内部を神経末端から細胞体方面への伝達を示す。これを逆行性という。テタノスパスミンの中毒では、抑制性シナプスにおける神経、伝達物質分泌有利の抑制アルファ系、ガンマ系運動神経の興奮脳脊髄に、 存在する中枢運動ニューロンの興奮更新などが生じ、これらに伴い、三叉神経麻痺による破傷風化を形、強直性痙攣、弓ぞり反射、最後に呼吸筋の硬直麻痺による死亡の経過をたどる。ありがとうございます。